黒き月のエネルギー反応急速に増大中。計測器が振り切れそうです。司令、ルフト重傷から通信です。アクト、これは何事じゃ。急に黒き月の反応が強くなりおった。タクト、見ろ、黒き月の形が。黒き月が変形していく。それだけじゃないわ、白き月もどんどん軌道を外れていってる。白き月と黒き月の間に強力なエネルギー反応があります。互いに引き寄せ合っているんですわ。なんだか知らないけど悪い予感がするよ。シャトヤン様はご無事でしょうか。マイアズカ、私たちはなんとか無事だ。だがこの先どうなるかは予想がつかぬ。システムが制御不能になっている上に白き月まで奇妙な変形を始めているのだ。マイヤーズ司令、聞こえますか。いいですか、よく聞いてください。黒き月はこの白き月を呼び寄せ融合を果たそうとしているようです。黒き月が白き月を飲み込もうとしているのです。おそらく2つの月が作られた時からこうなるように設計されていたのでしょう。いずれにせよ黒き月からの誘導に白き月は従おうとしています。まるで自らの意志に目覚めたかのように。お互いの持つデータ、兵器生産機能、武装、それらを統合し一つの存在になろうとしているのではないかと思います。もしそうなったら破壊という目的のみに力を振るう恐るべき自動機械が生まれてしまうでしょう。しかしこちらからは黒き月の干渉を止めることはできません。あまりにも黒き月の力が強すぎるのです。ですからマイヤーズ司令、あなた方に何とかこの融合を止めていただきたいのです。黒き月のコアをクロノブレイクキャノンで破壊すれば、あるいは黒き月のコアは大きく開いた中心部にある赤いクリスタルです。それを狙ってください。どうかお願いします、マイヤーズ司令。広告の、いえこの宇宙に生きる全ての命のために。私からも頼む、マイヤーズ、お前に全てを任せる。白き月からの交信途絶えました。タクト、急がねばもう時間がないぞ。承知した、タクト、お前たちも気をつけろよ。